ジョニータピアと挑戦者のプロフィール、ここでご紹介しましょう。まずはチャンピオンです。ジョニータピア、ホームタウンはアメリカニューメキシコ州アルバカーキ出身の31歳です。88年にプロデビュー。そのスタイルは典型的な喧嘩ボクシング。一時ドラッグ中毒になりましたが、リハビリに成功、再び連勝街道を走り始めました。94年にはヘンリー・マルチネスに11回 TKO 勝ちし、クーイの WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルを獲得。そして昨年7月には同郷のダニー・ロメロに判定勝ちし、 IBF のタイトルも手に入れました。戦績は44戦42勝2引き分け、42勝のうち24の KO 勝ちがあります。挑戦者は攻防のバランスが取れたコロンビアのベテラン、ロドルフォ・ブランコ、31歳です。82年にプロデビュー。92年6月、デーブ・マコーリとの再戦を制し、 IBF 世界フライ級タイトルを獲得。初防衛戦でタイのピチッとシットバンプラちゃんに敗れました。昨年北米ジュニアバンタム級タイトルを獲得、2階級制覇を狙います。戦績は39戦28勝10敗1引き分け、28勝のうち17の KO 勝ちがあります。この日が誕生日というタピアの地元アルバカーキーでの対戦となります。はい、先ほどご覧いただいたようにですね、もうお客さんは満杯です。浜さん、これは盛り上がりそうですね。はい、まだジョニー・タピアの性格が出るようなボクシングいつもやりますからね、そういったところでお客さんは引きつけられるんでしょうね。はい、もうお客さん1万3000人を超えているということなんですけれども、はい、さあ今度はジョーさんに伺いたいと思いますが、どの辺がポイントになりそうですか、この試合は。まあ、ダニー・ロメロに勝ってですね、もうアルバカーキのトップスターになりました ね。まあ、ここで人気も沸騰してますし、そしてベテランのですね、デブ・マコーリをですね、いかに料理するかですね。まあ、アルバカーキのお客さんもそれを見に来てると思いますね。そうでしょうね。はい、はいはい、それではニックネームベビーフェイスアサシンというジョニー・タピアとロドルフ・ブランコの IBF ・ WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、先ほどと同じ2月13日アルバカーキにありますニューメキシコ州立大学アリーナで行われた試合をご覧いただきましょう。どうぞ。両者の身長体重が出ています。左がジョニー・タピアです、169センチ、そして右がブランコ、168センチです。そして先ほどと同じような統一タイトルで行われます。これはですね、 IBF とその WBO の両タイトルがかかってますから、こういう接球ルールになってるんですね。そうですね、先ほどの試合よりボルテージが上がってまいりました。12 rounds of boxing with unification of the WBO and IBF Junior Bantamweight Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, it's showtime! Introducing our referee in charge of this bout, he'll be giving instructions, Tony Rosales.Well, fans, here we go, introducing to you first the challenger on my left, fighting out of the blue corner. Entering the ring, wearing red trunks with white trim, originally from San Onofre, Colombia, now living in Miami, Florida. He weighed in at the junior bantamweight limit of 115 pounds even, with a record of 29 wins, 10 losses, and one draw. He has 18 wins coming by way of knockout. He is currently ranked.The IBF number 9 contender, please welcome the former IBF flyweight champion of the world, Rodolfo Blanco. コロンビアの挑戦者は2階級制覇を狙います。ロドルフォ・ブランコ。And his opponent across the ring is the defending champion, fighting out of the red corner, really needing no introduction to you, his fans here in Albuquerque.Wearing black trunks with gold trim. Ladies and gentlemen, he weighed in the same as his opponent, 115 pounds. He is fighting out of and representing his hometown of Albuquerque, New Mexico. And he
joins us in the ring undefeated in his campaign in the ring with 42 wins, no losses, two draws with 24 wins coming by way of knockout. Tonight, he celebrates his birthday by defending his title for the 13th time. Here is the undefeated IBF and WBO junior bantamweight champion of the world, introducing the baby face assassin, here is Johnny Tapia. 地元アルバカーキーが生みましたヒーローです、ジョニータピア。いや、浜さん人気あるんですね、はい、タピア。そうですね、そしてまた紹介される時の表情も何か暴れ出しそうな表情してますよね。さあ試合直前、浜田さんのワンポイントは、タピアの荒々しいところが出ればノックアウトあると思うんですね。そうですか。ジョニータピア44戦して42勝 24KO 勝ち、負けはありません。2つの引き分けがあります。さあそしてロドルフォ・ブランクはフライ級に続いての2階級制覇を狙っています。どういった戦いになりますか。 IBF、WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、日本のベルトジョニー・タピアが保持しています。先ほども言いましたがジョニー・タピア、この防衛戦としては WBO が13度目、 IBF が2度目です。つまり統一してからはこれが2度目の防衛戦ということになります。まもなくゴングです。舞台はアメリカニューメキシコ州のアルバカーキ、チャンピオンの地元です。さあ試合が始まります。黒のトランクスがチャンピオンタピア、赤のトランクスがブランコです、挑戦者。まずは左を出していきます。いつものようにシャープな左です。タピア軽く動かします。タピアは2ヶ月ぶりの試合です。この前の試合44戦目というのが12月13日アンディ・アゴストを判定で下しました。これが初防衛戦でした。統一してからこれが2度目の防衛戦になります。ジョニー・タピア、ワウワウエキサイトマッチでも前回の防衛戦はご覧いただきましたが、浜さん、はい、なかなかまだ印象に新しいと思いますが、どういった前回の戦いっぷり印象に残ってます、前回もノックアウトを期待したんですけどね、はい、そうでしたね、相手のアゴストが頑張ったっていうのはあるんですけど、タピアがワン、ツー、スリーと打ってその後に、押し切れなかったというところがありますかね、だから暴れ出してきたらどんどんあの当たると思うんですけどね。あーまあ、やっぱり相手が違うと、出来も違ってくるもんですね。そうでしょうね、ジョニー・タピア、とにかく負けありません。まだそこを見せていません。左を出しました。しかもチャンピオンであります、人気は抜群ジョニー・タピア。左から右ハンドスピード、見事です。ミノスレート2発から3発当たっています。そして最後は左のボディーブローです。これでまた巻き上がります。タピア調子いいですね。いい動きします。コンディションはいい感じで上がってきました。ジョニー・タピア頭ぶつかったという、ここでちょっとバッティングですね、切ってます。ジョニー・タピア、ちょっとこれは不吉な立ち上がりになりました。バッティングだったんでしょうかね。バッティングですね、ですね。注意もありましたし、今左の眉毛のあたりでしょう、カットしてしまいました。それをグローブで拭いまして口元に持っていっています。ちょっとこれはかなりエキサイトし始めました。ジョニー・タピア、ぶつけられたことに対してのイラ立ちなんですけど ね、まあ小泉さん、もともと気性はね荒い人ですからね、暴れん坊と言われています。ただカットしたからって言ってですね、そのカットするとですねかえってその自分のペース失いますからね、それ僕じゃ冷静に戦わないといけませんね。見事なフォローブロー小泉さんが打っていただきました。左を出します。はい、シャープです。左に入ります。左が右、タピア調子はいいですよ。いいですね、コンビネーションを使います。ぐっと押し付けていきます。コーナーに入りました。まず残りは26秒24秒あります。今は挑戦者のブランコの方がクリンチに来たから押し込んだわけですけど、ね、はい、左から右。カットのポジションとしては小泉さんどうですか、ちょっとやりづらいところですか。あそこはその目に入ってくるかもしれませんね。そうですね、ちょっと視界が塞がる可能性があります。より一層その辺を感じ取ってかアグレッシブになっています。立ち上がりのジョニー・タピア、左のダブルを持っていきましたが第1ラウンド終了です。激しい第1ラウンド終了しました。一応今言葉を交わしたようです。言葉を交わしていないかアイコンタクトか分かりませんが、おそらくバッティングのことを確認し合ったんでしょう。あ
タピアが文句言ったんでしょうね。あ、かもしれませんね。まあ、しかしグローブを合わせたところを見ますと文句を言いつつも、まあ、いいよという感じだったのかもしれません。あ、これですね。一瞬ムッとした表情になっています。さあ小泉さん、第1ラウンド立ち上がりどう見ました？まあ、ポイントはですね、文句なしにそのタピアですね、はい、有効なクリヒットは多かったですし、構成取ってましたね。非常にいい立ち上がりを見せましたこのジョニー・タピアです。第2ラウンドに入りました IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチです。挑戦者は赤のトランクス、ロドルフォ・ブランコ。この選手は92年11月29日ピチッとに敗れてから4年間のブランクがあります。つまり小泉さん、引退という形を一旦は取ったわけですよね、挑戦者は。そうなんですね。言い渡しました、まあ、はい、ブランコにブランクがあったわけです、はいはい、そうなんですよね。ところが復活してきました。それが96年の10月であります。しばらくは負けが続きましたが、その後 MABF のタイトルを取りましたロドルフォ・ブランコ。まあ、3連敗したんですね。その中にですね、日本にも来て、皆さんご存知の、デビッド・グリマンですね、これにも敗れてるんですけど、ただ最近はその2連勝してですね、世界ランキングまた入ってきたんですね、はい、ランキングでご紹介しますと、ロドルフ・ブランコは、IBF のジュニアバンタムが9位、 WBO の方は10位です。あ、浜田さん、はい、ちょっと左まだ出血完全に止まらなかったようですね。そうですね、これ血が目に入らなければいいんですけどね。そうですね、相当なハンデなんですね、左シャープな左を出していきます。あ、一回腕を下げました。これは浜田さん、どういうことですか？まあ、要するにリラックスですね、はい、タピアはよくあれやりますね。例えばやりますね。ちょっと力みがちなんですけど、ちょっと離れた時にこうして両手を落としてですね、うん、一旦肩の力抜くんですね。自分でもよくその癖を分かってるわけですね。左を出します、ダブル。逆に相手としてはですね、一旦距離取ってタピアがあれするときに急に飛び込んでパンチ打つと当たりと思いますね。あーはー、飛び込んでの左です。タピアの動きに負けずとブランコも応戦していきます。いや、ブランコのボクシング見てるとディフェンス系ですよ、この選手は。はい、ロドルフ・ブランコ、元 IBF の世界フライ級王者です。デイブ・マッコーリーから飛びました。あ、まあ、これは判定で取ったものなんですが、その後続けてピチッとに敗れたわけです。それでタイトルを失っています。つまり防衛はすることができませんでした。2階級制覇を狙います。右肩越しから入れました。まあ、セコンドの指示なんでしょうかね。その出血してますし、接近戦より離れてそのストレートついていけってジャブ使えって言われたのかもしれません。なるほどね。このラウンドジャブがいいですね。背中光沢を放っています。ナイスボディ、顔面からボディ。タピアはスタイルとして、浜田さん、はい、ダブルをよく見せますね。右にしても左にしてますね。特に左のダブルはですね、はい、普通はアッパーでボディ打ってガード下げさせて上に返すんですよね、はいはい、タピアは逆をしますよね。あ、顔面打ってガード上げさせて今度ボディブロー食いつくというやり方ですね、はい、第2ラウンドを終えています。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、第2ラウンドはいかがでしたか？第2ラウンドもタピアのラウンドですね。チャンピオンが1、2ラウンド取っています。セコンドの名前でですね、トミー・バージェットというのがその、まあ、チーフセコンドで名前出てましたね、はい。まあ、タピアもよくトレーナー変える選手なんですけれども、またんですね、このトミー・バージェットっていうのはですね、トミー・モリソン の、トレーナーしてたんですね。あ、そうなんですか。元アメリカの海軍ネビーのですね、そのボクシングコーチだったんですね。あ、まあ、彼もなかなか教えるのがうまい、腕のいいトレーナーらしいですね。新しいチームになりましたジョニー・タピア、第3ラウンドに入っています。とにかくこのタピアという選手は、小泉さんおっしゃった通りロメロ戦でかなりトレーナーを特回引き返しました。ジェシー・リードというのがね、前回までついてましたけれども、エマニュエル・スチュワード、それから2週間前にロメロ戦エディ・ファッチを起用しまして、それからリードも復帰して結局共同マネートレーナーという形を取ったんですよ、ね、そうなんですね。おっと右、挑戦者のブランコ右を持っていきました。珍しくいいの食いましたね。そうですね。さあ、これに火がついたのか、また左を倒します。ジョニー・タピア、
お客さんもそれに呼応するようにして湧き上がっていきます。ボディブロー、この辺りは見事です。地元アルバカーキーで防衛戦を行っていますジョニー・タピア。あ、また出血が始まったようです。右をつきます、ボディブロー、まあ、ロメロもタピアもこの地元で非常に親友であります。ロメロはリングサイドにも来ているという情報です。ジョニー・タピア、ロメロからベルトを奪いまして自分のベルトは2本になりました。これの防衛戦、浜さん、ブランコなかなかいいですね。この選手あのフォームがいいですね、はい、フォームがいいんでタピアがなかなか打ち込めないところあるんですね。結構いいブロックしてますよ。そうですね、コロンビア人です。3度目の世界挑戦でタイトルを取りましたがそれを防衛することはできませんでした。またこのタイトルを狙ってきたわけです、ロドルフ・ブランコ。私はこのブランコ最初にあの生で見たのはですね、はい、11年前ですね、韓国でその当時のWBA ジュニアフライ級チャンピオンユーミョンの6度目の防衛戦、はいはい、まあ、ノックアウトされたんですけど最初はワンサイドにユーミョン打ちまくってましたよね。その時トレーナーについてたのがアルゲリオコーチした、アレクセスアルゲリオコーチしたラモン・ドスマンだったんですよ。あ、そうなんですか。おっと右アッパー行きます。だから中南米のその名トレーナーにやはりあの基礎をその授けられてですね、だからガードも硬いしバランスもいいですよね。あ、中南米はコロンビア、ロドルフ・ブランコ。浜さん、はい、やっぱり基礎はどの選手も大切なわけですよね。基本ができた上でそしてどんな選手になるかですよね。当たり前のことですけど基礎ができていないチャンピオンというのは、まあ、過去にいなかったでしょう。いないですね、まあ、フェザー級チャンピオンのハムドみたいな選手がいることはいますけどね、もう形がないような選手がいますけど、はい、まあ、ああいったのは例外ですね。まあ、ハメドさえ基本練習はちゃんと以前はしていたと、まずは基本ができた上で、そしてどんな打ちを立てるかですよね。なるほどね、地盤を立てて、そして、その上にどういった制作するかですね、はい。ゴング終了間際、このラウンド終了間際ジョニー・タピアがパンチを集めました。第3ラウンド終了しています。まあ、このラウンドもその構成を取り続けたですねタピアのラウンドですね、はい。タピアはですね、まあ、見た目は非常に派手な攻撃なんですけれど、受ける側からするとそれほどダメージはないように思うんですよね、はい。ただですね、逆に言うとポイントの取り方うまいんですよ。いかにも構成取ってアグレッシブに戦ってて、もうラウンドをシェアしているように見せますね、そのタピア。前回の防衛戦では大差3対0だったんですが、6ポイント10ポイント、それからフルマークの12ポイント差というのもありました。3対0で前回の防衛戦は勝利で飾っています。ジョニー・タピア、相手はロドルフ・ブランコです。右を当ててきました。今狙いはいいですよ。タピアがどうしても左から先に来ますね、だからあそこでクロスを合わせるっていうのは一つの方法ですね。両者の計量は115パウンド、これはジュニアバンタムのリミットです。 52.1キロ、身長は先ほども言いましたがタピアが169センチ、ブランコが168センチ、ほとんど変わりありません。1センチ差、ただリーチが違います。タピアは173センチありますがブランコは160センチ、13センチの開きがあります。この点に関して浜田さんどう思いますか。はい、お、右合わせています。左返します。はい、もう今ちょっと攻め込まれてはいますけど、リーチさんは長い方が有利なんですけどね、踏み込みさえ早ければカバーできますから、頭がつきます。まあ、その面では逆にタピアの方はリーチさは常に生かしてますよね。そうですか、はい。そのリードブロー、第1ラウンドからこのシャープさが目立っています。それに合わせるようにして同じくリードブローを払ってきます。ブランコ、いや、この挑戦者のブランコはフォームがいいですよ。フォームが、はい、非常に攻防のバランスが取れています。ベテランであります、ロドルフ・ブランコ、これがプロのキャリアでは40戦目になります。右を合わせました。また出血が随分始まったようです。ジョニー・タピア、これが45戦目のジョニー・タピア、負けはありません。まあ、90年にですね、まあ、左から右のクロス、はい、デン・マコーリーのその IBF フライ級タイトル挑戦したんですね、
4度ダウンさせたんですけど判定で負けたんですよね。そんなこともあるんですね。それで再戦してそのマコーリーからですねタイトルを取ったんですよね、ところが初防衛戦でですねタイのピチッとヒットマンプラチャンにですねこれはもう左フックから右ストレート合わされて3ラウンドですね復活されたんですね、まあ、それから先ほど言ったブランクに入るわけです。まあ、しかし長い4年間というブランクだったんですがよくここまで立ち直ってきたわけですね。まあ、私はですねその完爆後3連敗してそのまた世界ランクが入ってきたっていうのが偉いと思いますね、はい、そうですね。そうですね、ブランク明け3連敗したわけですもんね。ここまで完爆してまいりました。そしてこの世界戦を迎えたわけです。赤のトランクス挑戦者のブランコ、さあ湧き上がったところでここでゴングです。何を言ったのかチャンピオンのジョニータピア第4ラウンド終えています。このラウンドブランコいいパンチ入れたんですよね、はい、ところがすぐそのタピアは右ストレート打ち返しましたよね、はい、そしてそのラウンド全般はタピアが支配していますね。私は10対9タピアのラウンドにします。タピアのラウンドが続いています。あ、これは浜田さん明らかにちょっと低かったですね。やっぱり、まあ、あのタピアのローブローに対してのあれ で、ではありましたけどね、まあ、でもあれぐらいのローブローはそんなに差し支えあるようなもんじゃないですかね。あ、そうですね、先ほどタピアだったですもんね、はい、今のは挑戦者のブランコでありました。あ、いや、その後にタピア打ちましたからね、第5ラウンドに入りました。タピア素晴らしいこの試合立ち上がりを見せていますが、それでも挑戦者もよく頑張りまして、さすがベテランらしい立ち上がりをこちらも見せています。いいディフェンスやってますよ、ここまでジョニー・タピア、まあ疾風怒涛のごとく防衛戦を重ねてまいりました、WBO がこれが13度目の防衛になりますが、まあ、あの浜さんがよくおっしゃるように、はい、この選手は、まあ、日本人と比べてもなんですが日本人は大事に大事に育っていきますが、そんな感じで育った選手じゃないですからね、雑草のような育て方でしょうね、まあ、本人の人生そのものがそうなんですけれども、波乱万丈です。山ありかにありボクシングには性格出ますね。そうですね、ほとんどやっぱ性格通りのボクシングやってますよ。まあ、ドラッグによるブランクも作りました、それから警察沙汰もありました。そういったことを全て乗り越えて今現在のポジションがあるわけです。左当てますタピアですから、本当に精神的にもその雑草の強さを持っているんでしょうね。まあ、ですから苦戦にも強いということでしょうね、やはり精神的な強さというのはその試合内容の修羅場をくぐってきたというキャリアにもつながるんでしょうね。そうでしょうね。でやっぱり、打ち込まれた後必ず打ち返しますよね、そういったのがやっぱり成果が出ますね。なるほどね。あ、またやっぱり出血は止まりません。日本のベルト、ニューメキシコ州のアルバカーキーの、まあ、ヒスパニック社会を代表する2人、先ほどから言ってきましたダニー・ロメロを倒しまして、このジョニー・タピアはベルトを統一しました、まあ、2本のベルトではありますが一応統一と、言葉を使うならば2本を統一したわけです。結構ブランコの右に切ってるんですね、タピアが、今右股出しました。結構右切ってますね。タイミングが良くなったんでしょうか。合ってきています。この右も結構ロングのもの切ってるんですよ、大きいもの、はい、右ナンパを出します。残り第5ラウンドまだあります。ナイスで、ボディがいい。さあ、またハンドスピードで応戦していきます。この辺りはポイントを取りに来たんでしょうか。この辺当たってないんですけれど、構成を取っているように見えますよね。見えますね。この辺りもおそらくタピア一流の計算でありましょう。左を出します。いいパンチを食ったとはすぐ連打出してですね、そのペースを自分に引き戻しますね。ボディまっすぐ伸ばしていきました。最後だけを見たらこれタピアが押しっぱなしで取ったようなにも感じますが、さあ小泉さんはどう。このラウンドはですね、そのブランコがいいパンチでその右を当ててたんですよね、ブランコのラウンドに行くかなと思ったら最後またラウンドのまとめ方タピアうまいって言いますか、そのクリーンヒットしてここで連打でしょ、来ましたね、その後ボディーブローのクリーンヒットありますからね、やはりタピアのポイントに
しますね私も。ただ1ラウンドから3ラウンドまでの10対9と今の10対9はですねその差が違いますね。浜田さん先ほど第5ラウンドどう見ました？私はですねグランプのラウンドですね、タピアはイメージ的にはいいんですけどね、はい打たれた後打ち返してはいますけどそのパンチはブロックされてるんですねほとんどが、それに比べてやっぱり右の大きいのは結構食いましたからねこのラウンド、グラウンドは、はい、そうですかお二方分かりました。続いて第6ラウンドに入っています。今、はい、そのタピアが打たれるのはですね左なんですけどその左 の, その出すリズムが単調になった時にはその相手に予測されて右 の, そのクロス気味のパンチ時たま食いますね、さあ詰めていきました。距離を詰めていますタピア。左は相打ちか。そういったあの駆け引きはうまいですよねタピアは、そうですね。伊達に WBO13 度も防衛はしていません。12度ですね。これは13度目です。距離を置きます。一呼吸を置きました。ジョニータピア終始この左目地の出血は、続いています。グランコとすればその左目をどんどん狙うことですね、傷口を開かして、ストップを取るという方法もありますからね、ボディブロー。いやこれは2つも分布します。至近距離の打ち合いになりますがハンドスピードこの辺も当たってはいませんがジョニータピアが目立つところです。大きくガードを顔の前上げます。覗き見スタイルになっています。ロドルフ・ブランコこのラウンドブランコが左をよく出してきましたね、ガードを高く上げましてかなりガードを広げる時もありますブランコです。いわゆるムエタイの選手のようなガードになる近くなる時もありますけれども、そうですねちょっとガードを前へ置いてですねちょっとその感じになる時ありますね。このラウンドの立ち上がりはまさにそんな感じだったんですけれども少し今狭めています。ちょっとこのラウンドタピアが手数減ってますね。右くぐっていきます。そうですね確かに減ってますね。ちょっと狙ってる面があるかも分かりませんね。なるほど。さあまたハンドスピード。このラウンドの終盤ポイントを確実に取りに行きます。お客さんは来ますけど当たってはないんですよ、この辺は地元であります。当たってはいなくても今の攻撃を見ただけでお客さんが湧いてくれます。声援後押ししてくれます。チャンピオンジョニー・タピア。このラウンドはブランコの左右は結構よく当たってますね。タピアはちょっと中休みですかね。ちょっと手数が少ないです。左を出します。これも当たっていません。第6ラウンド終えました。私はブランコの10対9ですね。ブランコのパンチの方が正確で有効だったと思います。小泉さんが初めてブランコにいいポイントを与えました。女性のセコンド見えますね。あれ奥さんなんですよね。奥さんがセコンド入ってるんですか。はい、大した度胸ですね。打たれるところを見るとどういった心境なんでしょうかね。その浜田さんのコメントが聞かれまして嬉しいですが本当にでも日本人の感覚からすればまた考えられない。いや本当考えられないですね。第7ラウンドに入ります。しかし小泉さんよくボクシングファミリーという言葉がありますが一家で一族でやってるという雰囲気があるんでしょうね外国の方にはね。まあそうですね。ヘナルヘルナンデスなんかはですね、その親父さんがセコンドついてその兄さんがチーフセコンド入ったりありますね。右のストレート入っていきます。シャープに入っていきました。まあ、私は思うんですけどね、ブランコはね聞いてたりビデオで見たほどはパンチがないなってですね、体感したんだと思いますね。タピアがないパンチ力を持ってないと。はい、確かにスピードあるけれど、だからここでですね結構その勇敢に入っていってるんだと思うんですよね。第7ラウンドです。さあそろそろあとブランコはロッカーと負けあることあるんですけどね、ディフェンスには、まあ、今現在のボクシングですよ、ディフェンスには自信あるんでしょうね。ああなるほどね、本当にいいフォームをしてますよですね、さあ逆にタピアが下がり始めました。逆にタピアの方はですねこいつ結構しぶといなっていう気がしてるんじゃないですかね。ミラッパーです。
止められます。自分のパンチが結構殺されてますからね、ダブルを持っていきます。しかし先ほどまでとは違いまして当たってはいません。だんだん距離詰めてきましたね、ブランコが、このラウンドはもうこの動きが顕著になってきました。ブランコは前に出ます。今の入り方は悪いですね、ちょっと危ないですよ。あれ空振りした後ですね、その右のフックすぐあのブランコが打ったらですねダウンしますよ。足揃ってますしね、結構タピアはサウスポースタイルにスイッチしたりこの試合ではやってますけど、ちょっと調子まだはっきりと乗れてないというのもあるんでしょうね。右を出しますが宮かいくぐられました。なるほどね、まあ、出だしはいいかなと思ったんですけどね、そういった出だしで来ると相手が結構ずるずる下がるもんなんですね、それが相手が逆に出てきたんで、乗れてないですね。タピアは残り30秒です。これはオープンブロー気味になりました。ブランコ左のボディブローはもうもらっていません。ブランコです。頭が合います。ここで擦れます。目尻やのショート、もう一発出します。寄せると入りません。おー、やっぱですね、頭が一瞬上に浮き上がりました。ジョニー・タピア左から右を出します。また右殺していきます。結構普段より切ってるんですよ、タピア。今ちょっとエキサイトしています。今もらったことでなんとかポイントを取り返そうとしたんでしょうか。これゴングです。やられたらやり返す、そんなタピアの何か気持ちが外に全面出てきました。第7ラウンド終了です。昔アリポイントがありましてね、アリと剣豪との戦った時、まあイーブンのラウンドもアリのポイントのように見えるんですよね、はい、そのプレッシャーかけたりですね、そのジャブ使いながら動き回ってたり、まあこのラウンドもですね、これ手数出して構成は取ってるんですけれどクリーターしてないですね、はい、逆にいいパンチっていうのはあの右アッパーですね、で前半ラウンドの前半そのブランコがそのジャブをよく出してそれで打ってましたね。私はこのラウンドもちょっと迷うんですけれどブランコのラウンドで10対9にします。ああそうですか、はい、浜田さん第7ラウンドどう見ました。私はタピアのラウンドなんですけどね、二方割れました。第8ラウンドです。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、ブランコ勝ちますと両ベルトをいっぺんに手に入れることができます。そして2階級制覇、元 IBF の世界フライ級のチャンピオンです。このウエイトで言いますとすぐ下のクラスになります。ロドルフォ・ブランコ、しかしそのタイトルを手に入れたのはもうはるか昔92年の話です。一旦は引退をしましたこのロドルフォ・ブランコ、このボクシングの世界に滞在しています。引退してカムバックして右のストレート届きます、はい、それで3連敗した試合は見てないんで分からないんですけど、今のボクシング見てるとその4年間のブランコは良かったかもしれないですね。ある程度体もしかしたら動かしていたのかもしれませんね、まあ、もちろん動かしながらでしょうけど、いい休みになったかもしれないですね。逆にね、しかし4年という歳月かなりの長さがあります。それを乗り越えてここまでやってまいりましたロドルフ・ブランコ、そしてブランコペースになりかけてはいます。これを食い止めることができますか、チャンピオンジョニー・タピア。右のストレート当たっていません。ただタピアのボクシングというのはやはり左を出してですね、リズム作って相手の攻撃を抑えるボクシングですね、はい、あるいは攻撃でありまた防御なんですね、タピアの左は頭が合います。相手入れてしまうと怖いですよ、これアッパーが来ますからね、先ほどありましたからね、結構距離詰めてきましたよね、はい、ブランコがやはり自信を持ったか、このトリッキーな動きは何でしょうか。相手を挑発するような相手の間を倒すようなそんな動きでしょうか、ジョニー・タピア。まあ打てるもんなら打ってみろという強気な姿勢ではありますけどね。なるほどね、気だけはやっぱりジョニー・タピア勝っているものがありましょう、しかしブランコもキャリアを積んでいます。そういったものには騙されません。まあ、ブランコはですね、目つぶしみたいなそのタピアのパンチのスピードにごまかされずにボディ打ちたいですね、ちょっとタピアワイドオープンなんですよ、真ん中空いてるんですよ ね、特にストマックへ左アッパー持っていきたいですね、はい、さあまたハンドスピードで詰めていきます。あと肘を入れよう、あそうですね、そんな入ったかどうかちょっと分かりませんけども、正確に、ね、正確出てますよ、今エルボーを払ってきましたジョニー・タピア、喧嘩腰です。残り30秒、後半にスパートをかけますジョニー・タピア。彼が当たっても間違って当たったんだと言うでしょうね。そうですよね、決して濃いとは私たちも言いたくはないですけれども、今明らかにそんなような素振りがありました。
これがアジュニー・タピア、まあ、気性の荒いところです。暴れん坊と言われたところです。まあそうですね、それぐらいであるから暴れん坊と言われるんですね。優等生のダニー・ロメオを下しまして、こちらジョニー・タピアが現在2本のベルト、そしてこれがその統一したタイトル2度目の防衛戦ですが、今ゴング第8ラウンド終了しました。朝で光り輝いていますタトゥー、ジョニー・タピア。まあ、このラウンドは私はタピアの手数統制取りますけれどね、はい、あ、これタピアですね。ロメロですね。ダニー・ロメロですね。あ、すっきりした顔してるんです。あ、そういえばロメロは現在どうしてるんですか。まあ、あれからですね、あの統一戦に敗れてから間伐戦してですね、はい、ノックアウトが実質としてますね。あ、ロメロとしてはですね、そのタピアと再戦したくてしょうがないんですよね。でしょうね。で挑発してですね、はい、やろうやろうとしてるんですね。あ、リングサイドにライバルでもあります、ダニー・ロメロが来ております。ジョニー・タピア、当然、この試合前にも顔を合わせたのではないでしょうか。第9ラウンドです。話はしなかったかもしれませんが、来ているのは当然知っていると思います。ジョニー・タピア、客席からですね、そのタピアを応援しているんですね。はあはあ、それはなぜかというとですね、タピアに負けられるとですね、自分のその統一戦といいますか、雪辱戦がですね、支障が起きるからですね。なるほど、なるほど。あれ、あ、減点ですか。ローブローですね、これ。大したローブローではなかったんですけどね。いい感じになってきただけに、ちょっとこれは痛いか。第9ラウンド、ローブローで、ロドルフ・ブランコ、減点1であります。あ、そういうこと言うと、これまでにですね、タピアも結構ローブローやってますよね。なかなかありましたね、確かにね。さあ、左をめげずに気持ちを入れ替えて出していきます。浜田さん、はい、まあ、リングサイドのダニー・ロメロの気持ちも分かりますね、これね。いや、それは分かりますよね。自分がこれから進んでいくためのこうモチベーション、動機でもありますからね。ジョニー・タピアがいてくれないとと、仕返しが一つの自分の発奮剤でもありましょう、やっぱり。そうですね。さあ、突っかかっていきます。第10ラウンド、失礼、第9ラウンドのジョニー・タピア。あ、右のストレート、これはブロックされました。本当なの。クロス、クロス、もう一回、3発いきます、4発目。フォローしていきます。そして左、ボディブローをようやく出しました。まあ、当たらないんですけど、あと一発欲しかったですね。ああ、なるほどね。あの右の連発、あそこまでやるんだったらもう一発。そうですね。そうするとまた、あ、タピアらしさが出るんですけどね。確かにそうですね。これでもか、これでもかという打つところがいいんですね。以前ありましたよね。本当に必要なまでにこれほど打つ必要があるのかというシーンも、見せてくれましたジョニー・タピア。どっちかというとやっぱこの試合、何かローブローを借りした場合グローブ合わせますね、なんかおとなしくなったような感じしますね。そういえばそうですね、以前はもう鼻から見学しのところありましたから ね、人間丸くなってきたんでしょうかジョニー・タピア。まあ人気出てきたんで、嫌われちゃいけないというのもあるんですかね。ジョニー・タピアがそれ考えますかね。どうですかね、今もアッパー狙ってますね。あーとブランコ、こう叩きました。お返しですタピア。ブランコの接近戦で の、 そのショートのアッパー、これは怖いものがあります。ボディを打ってきましたタピアです。あれ得意ですね、浜田さんに指摘された左フック打ってから左アッパーボディ上から下へですね。33秒、第9ラウンドです。ダッキング、赤のトランクス、ロドルフ・ブランコ。一旦両者が距離を置きました。呼吸を整えて、さあ最後のラッシュです。第9ラウンド、ラウンド終盤、必ずと言っていいぐらいジョニー・タピアが綺麗に終わらせます。そういうところは実戦の勘ですね。そうなんですよね。お、しかし手は出ます。これです。最後必ず攻めて、ゴング効きますね。ナイスカウント、嵐のように打ちまくって見せ場を作ってこのゴングを効きます。この辺が試合運びがうまいんですよ ね、 そうですね。ラウンドのまとめ方って言いますか、ラスト10秒でですね、日本だったら拍子木叩いてですね、カシンカシンと、それでそのサインが出るとですね、がぜん構成に出てですね、ラウンドうまくまとめてしまうんですね、この辺も低いですけどね。まあ減点する方、まあ、ほどでもなかったですけどね、今のは。今のラウンドはタピアのラウンドですね。ブランコもですね、そのいいパンチ当たった後ですね、前出てその連打したいですね。あらあら、何したんでしょうか。さあ第10ラウンドです。ちょっと挨拶したんですね。あ、そうですか、そう見ました。はい、あれちょっと悪ノリのシーンですね。
右がヒットしました。タピアよくやりますよね、ああいうことは。試合中に確かにありますね、ということは余裕が出てきたということなんでしょうか。いや余裕があるように見せかけてるんですよね。ジェスチャーですか。ミロスレト演技過剰ですよ、というチャンピオンジョニー・タピア。右のストレートを放ってきました。ロドルフ・ブランコ今度は左です。じりじりと近づきながら距離をこの道全て放っていきます。ミラッパ、ミロクロス、ノーガードで避けました。モニブロ、これも入ってはいないんでしょうが、マシンガンのように打ち込みます。左を当てます。距離を測定します。このブランコはブロッキングが上手いですね。それはもうこの試合もう花からかなり綺麗なディフェンスをしています。特にやっぱり認めるとならばブロッキングが一番いいということになりますか。ディフェンスの中でも、ね、だからタピアのですね、あれスピードのあるジャブ、はい、あるいは速いワンツー、ほとんどグローブで殺してますね。おお、ミラッパ、これです、これが出ます。先ほどからこのさあ逆にタピアの逆襲です。反撃になります。いやー、ここで止まります。頭が合います。またアッパーを狙っているかブランコ。あれで倒しきるまではいかないんですが、ロドルフ・ブランコ先ほどから言っています、あのアッパーはかなり怖いものがあります。これは何コールでしょうか。ジョニーでしょうね。ですね、おそらくね。チャンピオンを声援するコールであります。チャンピオンの地元アルバカーキ、そこのニューメキシコの州立大学で行われています。テープですね。本当にしかしいつも言っていますがこれ多いですよね。まあこれで流れが変わるケースもまあまああります。あれ何かこう止める何かものを開発したらとっても取れそうですけども。いや、あれはですね、きちんと押さえて止めればですね、その剥がれるもんじゃないんですよ、時としてはセコンドがですね、わざとその自分の選手が息が上がってきたら休ませるためにあれやったりしますからね。あれですね、かえってがっちりといかない方がいいのかもしれませんが、さあその後すごい両者がすごいラッシュを見せます。いや、ブランドも気強いですね。なんとも今休んで最後のこれラッシュをかけたんでしょう。残り30秒まもなく切ります。第10ラウンドです。お客さん大喜びです。肩で押して右、右は当たっていません。距離がなかなか空きません。ゴーニアしたタピア、自分で自ら強引に距離を作っていまし タピアは先ほどの休みの時にですね、もう深呼吸してましたよね、はい、あれ体生き返らせてですね、酸素吸ってたんですよね。だから今のラッシュを生み出せたんですよ ね左を出します。しかしここでまもなくゴングでしょう。最後2つ入れたところでゴング、うわーっと判定しました。まだ試合が終わったわけではありません。11ラウンドで終了しています。悪ノリにちょっとしすぎですけど、してきましたね、なんかね。ただポイントは今のラウンドはタピアでしょうね、はい。まあ、浜田さんも試合中ですね、先ほどのようにブレイク時間が止められた時があると思いますが、はい、その後というのはよし行ってやろうという気持ちになるのですか。何かその時やっぱり考えますでしょう、いろいろと。まあその時には、まあ、私がストップされたのはほとんど相手の何かでストップだったんで、結構休めたんですね。あ、逆にね、ほんの数秒でもやっぱり深呼吸して休めますからね。さあラストラウンドです。あ、失礼しました、11ラウンド目です。まあ、さっきの今後のあの表情を見るとラストラウンド間違えたのかなと思うぐらいのやり方ですからね。ありがとうございます。11ラウンド目 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチです。横に動きます。挑戦者射程に捉えて離しません。タピア左に入っていきますが、これは体で受けました。左のアッパーですが入ってはいません。あと2ラウンドです。すり足身を出していきます。
ブランコとするともう少し徹底的に右を狙うといいんですけどね、タピアの目を狙ってですね、まあ、カットバッティングでカットしたものなんですけども、どうですかこのスタイルから、タピアのスタイルからするとあそこのパンチというのは打ちやすいですか、打ちづらいですか、タピアがですか、いやいや、あのブランコがですか、この試合はよく右が入ってますからね、調子のいい入り方があるわけですよ、はい、その試合に関しては右をどんどん狙うべきですね、右のストレート確かにパンと入るときありますからね、あれをもうちょっと続けたいところなんですが、パーリング洗い飛ばします、コーナーに入ります、タピアに勝つには思い切ったことをやらんと勝てないですからね、頭がまた当たりました、あのいいパンチ当てた後ですね、タピアはですねもう相手にその主導権を渡すまいとそのすぐ攻め返してくるんですね、あそこでいいパンチ入れた後カウンター取ることですね、あボリボロボリボロ上から下のボディーボールです、もう1回いきます、もう1回いきます、2つのボディーですが上下打ち分けています、自分の頭を入れ替えました、右側に出します、いや今度は左側、この辺りはですね、あの辰吉丈一郎選手と似てるんですね、はいはい、というのは連打の回転が速いんですよ、パンチ自身にもスピードありますけど右から左、左から右、その回転が速いからですね、相手はどうしても受けに回ってしまうんですね、確かにジョニー・タピアスピードを持っています、左また腹っ端で戻ってしまいます、さあ右のストレート打ち込むことができますが、ブランコまだ出しません、沈みながら肩を合わせていきました、ボディーブローです、要所要所でこれを入れていきます、ジョニー・タピア前回の試合が防衛戦大差ではありましたが判定までいきました、この試合ももう11ラウンドまで来ています、やかみ倒せないのかジョニー・タピア、しかしブランコも、まあ、倒せないのかと言いましたけれども、よくブロックしてディフェンスしています、11ラウンド目終了です、相手の頭キスするんですからねここ3ラウンドちょっと悪乗りしてます、まあこのラウンドもやはりポイントタピアでしょうね、でやはりこれ戦う感なんでしょうけれども、相手は非常にジャブ出してきたときにですね、右のクロス持っていって左のアッパー、その顔面持ってきましたね、あれをそのセコンドの指示というより自分のもう勘であのパンチ打ちましたよね、あの辺がやはりうまいなっていうところありますね、さあまもなくラストラウンドを迎えます、 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、さあ最後のラストラウンド、ブランコはこちらは笑っていますけども、ブランコは浜田さん、はい、どう打っていったらいいですか、まずどんどん攻めるというよりも一発狙いでしょうね、一発狙い、はい、何か一つに絞らないと勝てないでしょう、一方チャンピオンタピアは、タピアはあ、まあ、流れ的には一方的に近い流れですからダウン一つ欲しいですね、そうですね、まして地元ですからね、ダウンみたいですね、お客さんも当然ながらそれを望んでいるでしょう、ジョニー・タピア地元アルバカーキーの英雄、防衛戦を重ねています、 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、勝ち続ければおそらくまた黄金カードダニー・ロメロソンが生まれてくることでしょう、左を出します、お互いに左、ラストラウンドです、見ていてはブランコいけません、右、ああ防がれました、完全に止められます、あの右をなんとか顔面に打ち込みたいところです、ボディブロー、これもブロックしたか、ミロパ、ミロパチャンピオンです、これはブレイク、しかしこのラストラウンドもまた出血が始まりました、結局止まらなかったということになります、ジョニー・タピア左の目尻、まあ、この試合早々に、バッティングによりましてカットしてしまいましたが、ずっと血は流れ続けたまんまです、まあ、本人もあまり気を使っているような素振りはありません、おそらく入らないんでしょう、まあ、スペイン語で白いことをブランコって言うんですけどね、これは褐色のブランコですね、はい、しかもトランクスは赤です、ブランコ、さあその白星を上げることができるか、このままですと黒星がつきそうです、ノックアウトじゃないと勝てないでしょうね、もうここまで来てばそうでしょうね、ノックアウト狙うためには何か一発当てなきゃできないですね、
確かにクロスなラウンドはありましたけれども、それをすべてブランコに振り分けてもちょっとタピアがリードしているのではないか、そんな感じがあります。アメリカではですね、はい、まあ、11ラウンド終了までそのポイント返ってたらラストラウンド結構逃げることが多いんですけれど、さすがタピアはこのラウンドもう攻め込んでますね、いいとこ見せてやろう、一つこうお客さんにお土産を持って帰ってもらおうと、そんな気持ちではないでしょうか、ジョニー・タピア。まあ、その戦う姿勢がまあファンの人気を呼ぶんでしょうね。そうなんでしょうね、誰かと話してますボジブロー。今のはエルボーブロックあるいは一人かもしれませんが、必要にそこを狙っていきます。まあかなりブロックもしていますけど、浜さんだいぶもらいましたね、ブランコはボディブロー。まあ、あのボディはですね、このラウンド効いてるんですよ。あボディは効いてるんですよ、このコングです。ラストラウンド終了しました。スタンディングオベーション立ち上がります。1万3200人を超します。大観衆です。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、2つベルトを手に入れてからこれが2度目の防衛戦のジョニー・タピア、判定にはなりますが勝利は固いところと言って、まあ、大丈夫だと思います。これはリプレイです。10ラウンド目この辺りあのブランコも結構攻め返してきてるんですね。はい、中盤のあたりはちょっと打ち合った後に悪乗りするところがありましたが、もう完全に勝った気分になります。トランクスの後ろに書いてあったミビダロカって書いてありましたね。はいはい、これどういう意味なんですか。まあ、私のバカな人生っていう意味なんですけどね。結果本当悪乗りもトランクスまで来てますね。なるほどね。Decision here, the score totals. Judge at ringside, William Ray scores about 119 to 108. Judges Harold Gomes and William Gantt both score about 120 to 107. All three in favor of the winner. 119対108ですね。それであと2人が120対107、3対0ですね。はい、大差がつきました。まあ童顔の暗殺者ですね、ベビーフェイスアサシン。防衛に成功です。 WBO が13度目、 IBF が2度目です。ジョニー・タピア地元で勝利を飾りました。まあ、波乱万丈の人生ではありますが、同級同士で決して、まあ、バカな人生では自分で言うほどではないかもしれませんが、まあ、チャンピオンにならなかったらちょっとわからないんですけどもね。まあ、それで全部超消しですね。そうですか。というぐらい、まあ、キャラクター的には非常に人気を得そうなキャラクタージョニー・タピア、また防衛に成功であります。まあ、ダニー・ロメロですね。はい、まあ、ロメロはですね、その IBF のチャンピオンだったんですけれど、統一戦でですね、タピアが捉えたんですね。ダニー・ロメロがリング上に上がってきました。またこの2人の対戦がいつか実現しそうな気配であります。ジョニー・タピアが防衛に成功した試合でした。ダーティーヒーローへの声援、すさまじいものがありました。それではここで試合結果を確認しておきましょう。ジョニー・タピア、IBF は2度、WBO は13度目の防衛に成功したことになります。これでチャンピオンの戦績は45戦43勝2引き分けと勝ちを伸ばしました。チャンピオン人気あるのがなんか分かるような気もしますね。そうですね、見せ場を本当によく作る選手ですね。ですね、はい。さてもう一度採点を確認しておきます。119対108、それから120対107が2人おりました。3対0、大差がついています。浜さん、はい、どういった印象でしょうか。まあ、採点も大差だったんで、1回ダウン見たかったなという気持ちですね。あれだけね、地元の方集まりましたからね。まあ、トルトのところもありましたけど、やっぱり挑戦者のあれだけの完璧なディフェンスだと、はい、ダウン取るのは難しかったのは事実ですね。はい、はい。小泉さんはどうでしょうか。ブランコもいいパンチ当ててたんですけどね、やはりそのいいパンチ当ててからですね、そのまとめるのがですね、やはりタピアの方が
うまかったですね。だからこれだけのポイント差になって現れたんだと思います。はい、はい、そういう、まあ、ジョニー・タピアなんですが、これでまた防衛を伸ばしました、はい、でもですね、前回もこれ確か言ってたんですが、上のクラスバンタム級に転向したいんだと、こう言っていたんですが、また今回もそういったコメントをしています。その辺ジョーさんどうなんでしょうか。まあ、ウェイトはきついせいもあるでしょう。そしてあのジュニアバンタム級ダニー・ロメロとの同居対決制したもうせいもあると思うんですけどね、はい、まあ、同じ WBO のチャンピオンのエリエス・エル・フリオがダニエル・ヒメネスと防衛戦するんですけど、それの勝者にこのジュニアバンタム級のタピアが挑戦する話があるんですね。はは、そうしますとこれダニー・ロメロとの試合はどうなってしまうんでしょうかね。だからこの試合はちょっと実現が難しいかですね。ダニー・ロメロがバンタムへ上がる必要がありますね、将来的には。なるほど、この辺の、そうするとあの浜田さん、勢力図が、はい、最近このからちょっとしたら変わりつつありますね。そうですね、またロメロが絡んできますからね、そうなるともう一回見たいカードでもあるし、そして、タピアがバンタム級でタイトル取れるかどうか、それも一番注目したいですね。浜さんどう思います。私は取れる可能性は十分あると思います。そうですか、ということで今後もねちょっと目が離せませんね。そうですね、はい、以上 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチをお送りしました。